ドラゴンウォーズ。ドラゴンウォーズが来るぞ。こいつは手強い。ではなくて、ウィザードリーのような 3D のダンジョン RPG です。地獄の都市プロガトリー。何も知らずに足を踏み入れた主人公が突然仲間を殺され、スラム街に放り出されてしまいます。怒りに震えた主人公は復讐のために悪に立ち向かう決意をするというストーリー。キャラメイク時に与えられたポイントを自分好みにステータスに振り分けて冒険をスタートします。難易度はかなり高く、序盤は苦戦します。敵が強く数も多いです。ゲームバランスが崩れるほどではないので、シビアなやりごたえのある戦闘を楽しめます。オートマッキング機能もありますので、割と進めやすいです。街を回る順番も自由で、謎解きのヒントも少ないので面白くないと感じる人も一定数いますが、時間をかけてじっくりプレイできる人にはおすすめできる作品です。ラストハルマゲドン。パソコンからファミコンへの移植 RPG です。人類が滅亡した後の地球を舞台に、モンスターたちと地球外生命体のエイリアンが地球の覇権をかけて戦うという、発売当時としてはかなり異色な内容で話題を呼びました。このゲームには朝、夜、サリバンという3つの時間帯があって、それぞれの時間帯に違うパーティで行動していきます。レベルアップも特徴的で、パラメーターごとに経験値が設定されていて、戦闘中の行動に対応したパラメータに経験値が加算されていきます。ゲーム初期に最強の武器が手に入ったり、終盤の雑魚キャラが強すぎたり、ゲームバランスが悪い部分もありますが、衝撃的なラストは見る価値があります。人類滅亡後の世界という設定の本作では、エンカウント時のセリフも獲物がいたぜと独特なものになってます。のトム・ソーヤ、トム・ソーヤの冒険をモチーフとしたスクエアが制作した RPG です。斬新なシステムが特徴的です。 RPG のよくあるワールドマップはなく、主に街や森や建物内で構成されています。画面構成も斬新で、上半分だけが表示されて下は基本真っ黒です。会話やコマンド選択などのテキスト表示に使われます。画面が横長なので、マップも縦方向への移動はかなり狭くなり、横に長いマップとなっています。バカゲーの要素も豊富で、演出やテキスト内容がかなりコミカルです。エンカウント時に主人公が、目玉を飛び出して驚いたり、リセットボタンを押す敵がいたり、本当にタイトル画面に飛ばされます。エンカウント率が高く、意外と難易度は高いですが、当時としてはグラフィックも良く、ストーリーや BGM も素晴らしいです。さすがはスクエアの作品と言えます。
エスパードリーム、ディスクシステム用のアクション RPG、おとぎの国のアリスが、邪悪な、ナルシス族、に、さらわれてしまいました。超能力を持った主人公が、アリスを助けるために、ナルシス族に立ち向かいます。というストーリーで、5つの村と5つのワールドを、行き来しながら冒険します。フィールド上の足跡に触ると、バトルが発生し、得意技の超能力を駆使して、敵を倒していきます。レベルが上がったり、アイテムを購入することで、新たな超能力を習得できます。適度な難易度で、しっかりレベルを上げて、装備も揃えていけば、終盤まで苦戦せずに進めます。このゲームのメイン BGM の、エスパードリームなのさ、は名曲。として評価が高いです。作曲は悪魔城ドラキュラも手掛けている。当時コナミに在籍していた山下絹代、ディスクシステム専用ということで、比較的マイナーなゲームですが、メルヘンチックな世界観や曲が、ゲームが苦手な人にも好評です。ミネルヴァ・トンサーガ、ラゴンの復活。シナリオもシステムも秀逸だと思います。続編のシルヴァ・サーガも、良いゲームなんですが、知名度がなぜか低いですね。実はメディアミックス作品なんで、世界観が同じ作品が複数あります。ファミコンでは、ミネルヴァ・トンサーガ、シルヴァ・サーガ、スーパーファミコンでは、シルヴァ・サーガ2、ガ・デュリン、PC98 で、リガンの魔石、小説のガ・デュリンが外伝も含めて8冊、リガンの魔石は画集が1冊、OVA も1本出ていたかな。お好きな方は追ってみるのも面白いですよ。実は結構好きなシリーズだったので、もし何かで続編やシリーズものがあるのを、知っている人がいましたら教えてください。あなたも好きだったシリーズとかありましたか？メタルマックス、龍退治はもう飽きた、という当時の、大御所であるドラクエに挑戦状を叩きつけた、キャッチフレーズを背負った本作は、文明崩壊後の世界を戦車で旅をして、賞金首を倒して回る、フリーシナリオ RPG、という、非常に独創的なゲームです。主人公は選ばれし勇者でもなければ、奇跡を操る魔法使いでもないただの放蕩息子。本作には、便宜上ラスボスはいるものの、全うすべき使命もありません。エンディングが見たければ実家に戻って、お父さんに頭を下げて、引退、すれば、いつでもゲームを終えることができます。そんな中で賞金首を倒し、道中で知り合った、戦隊の仇を取り、世界を救うことも自由です。システム面では戦車の豊富なカスタマイズが、
最大の特徴でしょう。より強い賞金首を倒すために、弱い賞金首を倒して、戦車を強化を繰り返し、そちらに夢中になって、シナリオを忘れてしまって、独特の世界観に没入できる名作で、現在に至るまで新作が作られ続けています。銀河の三人、PC 版のゲーム、地球戦士ライーザを、大幅にアレンジしてファミコンに移植した、SF ロールプレイングゲームです。発売のタイミングが、ファンタシースター、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト3、などに挟まれたため、売り上げはあまり伸びませんでした。長い号による超インパクトのパッケージと、本編の80年代アニメ調のあっさりした絵のギャップが大きいです。内容は宇宙戦争が舞台の SF 系 RPG です。主人公とブルー・ウリミの3人が地球征服を企む機械生命体ガルムと戦うというストーリーです。何と言ってもストーリーが素晴らしく、BGM もかっこいいです。中盤まではゲームバランスもいいのですが、中盤の難易度がかなり高く、裏技を使わないとクリアが難しいほどです。そして感動のラストは賛否両論分かれますが、心に残る名シーンであるのは間違いないです。売り上げが伸びないこともあり知名度は低いが、隠れた名作 RPG と言える作品です。しかできない。